キリーノ・クリスティアーニ、キリーノ・クリスティアーニ、キリーノ・クリスティニー、1896年7月2日から1984年8月2日は、アルゼンチンのアニメ監督及び漫画家であり、世界最初の長編アニメーション映画2本と、世界最初の音声を備えた長編アニメーション映画1本の制作者であると考えられている。クリスティアーニは、 世界最初の純粋なキリエアニメーションの制作者でもある。1896年7月2日、クリスティアーニはイタリアのサンタ・ジュレッタで生まれた。1900年にクリスティアーニ一家はアルゼンチンのブエノスアイレスに引っ越し、キリーノはこの南米の大都市で先進的かつ左翼的な政治思想を吸収しながら少年時代を過ごした。キリーノは 自分自身はまず第一にポルテーニョ、ブエノスアイレス市民の自称、港この意味であり、次にアルゼンチン人であると考えるようになった。10代の頃にクリスティアーニは海外に情熱を傾けるようになり、その情熱は彼をして美術学校の基礎講座を受講せしめ、市の新聞で政治風刺漫画を発表させることになった。やがて彼は自分の風刺の またとない対象を見出した。1916年の国民選挙により、36年に及ぶ保守党の支配は平和理に終わりを告げ、大統領となったイッポリとイリゴージェン率いる旧神党が取って変わった。イリゴージェンは仮想中3階級、特にブエノスアイレスのそれを優遇し、同時に前例のない政治的自由を与えた。ブエノスアイレス氏は、その返礼として、 イリゴージェンの社会不適格性や政治における保守党の腐敗が旧神党の腐敗にとって変わっただけであることやドイツビーキのアルゼンチン軍内で評判の悪かったアルゼンチンを第一次世界大戦における中立国としたイリゴージェンの決断を嘲笑した。やがてイリゴージェンには彼の身だしなみの悪さを揶揄するペルード、モジャモジャ党のあだ名がけられたペルードには俗語で ブスノロの意味もある。ブエノスアイレス市に住んでいた別のイタリア移民、フェデリコ・バッレはかつてヨーロッパの撮影技師にして映画監督であり、バッレは1909年のウィルバーライトのローマ訪問を利用して世界初の空中撮影を行っていたアルゼンチンではニュース映画のプロデューサーとなっていた。バッレ個人は政治に無関心だったが、彼はポルテーヌたちはそうでないことを知っていた。 バルレは20歳のクリスティアーニをザイヤから雇い入れ、エミール・コールのレアル・メット・アナミス、マッチボーアニメーション映画、1908年を教材にアニメーション映画の技術を教え、その後は彼の自由に任せた。1916年が終わる前に発表されたバルレのニュース映画はくっちりでス・バレイには、キリーのクリスティアーニによる1分間アニメーション映画、ブエノスアイレ地方への内政干渉。 L.A. インタービヨンエン、&L.A. プロバーデ・ブエイニス・アイリーズが収録されていた。このアニメーション映画は、不正を行ったブエノス・アイレス州知事マルセリーのウガルテのイリージェンによる追放を扱った作品であった。この作品では、アニメーション手法として、クリスティアーニの経歴を通じて彼が用い続けた、ボール紙の切りア,アニメーションが使用されていた。この短編アニメーションは、 非常に成功し、バレは新たな企画を発表した。それは、この新人アニメーターによるイリゴージェン大統領を主題とした、世界初の長編アニメーション映画の制作でった。この作品の公開を行う一連の映画館の持ち主、フランチーニが資金を提供した。クリスティアーニは、キャラクターデザインを新聞漫画家のエルモノコトディオヘネス、タボルダに依頼した。 タボルダがほとんど関与しなかった一方で、ほとんどの原画作業をクリスティアーニが担当し、大変な努力の末にクリスティアーニは目的を達成した。5万8000枚の動画、秒間14フレームで1時間10分からなる、シトエル・アポストールは、1917年11月9日に、初上映された。 この映画は、イリゴージェン大統領が不貧困と腐敗に満ちた、ブエノスアイレスを清めようと、ジュピターの雷を求めて、天上界に登るという内容の風刺作品であった。最後には、ブエノスアイレス氏が焼き尽くされる。この作品は、好評を博したが、評価のほとんどは、プロデューサーのバーレに与えられたもので、それ以外は、タボレダに向けられたものであった。 1918年にアルゼンチンのドイツ軍指揮官フォン・ルクスブルク男爵はアルゼンチン船舶を沈没させこれを三国協商諸国の仕業に見せかけることでアルゼンチンを第一次世界大戦でドイツ側に引き込もうと考えた事件の生存者の証言によりほとんどの者にはその真相は明らかに見えたがドイツとの同盟を恐れたのと同様にアルゼンチンが ドイツの敵側として対戦に引き込まれることを怖たイリゴージェムは政治的決断を避けた。クリスティアーニはこの事件を全くの日和み主義とみなし、新たなプロデューサーと組んで、世界で二番目の長編アニメーション映画、痕跡も残さず死んでイファー・ラストローズを制作した。この映画の題は、ルックスブルク男爵が下したとさせられる、ドイツ軍の U ボート艦長への撃沈命令を、 当けこすったものであったイリゴージェン大統領は公開翌日に外務省にこのフィルムの没収を命じざえなかったこの行為は旧新党の大統領がその弾圧政策に関しては自ら取って変わった保守党の大統領とほとんど変わらないことを示すものであったその一方でクリスティアーニは投獄されることもなく次の数年間を 新聞史上の政治風刺漫画の執筆をして過ごした。この時期に、首都において炎の効果を担当したアンドレス・デュカウにより本のアニメーション映画がアルゼンチンで制作されている。成人した家族の援助により、クリスティアーニは広告会社プブリーシネマを設立し、宣伝用の短編映画の制作に乗り出した。これらのアニメーション映画の上映のために、クリスティアーニは 映画館のない貧民街を訪問し、彼のアニメーション映画を差し挟んだチャップリンの短編やその他の映画の有料公開上映を行った。この宣伝は警察から治安妨害と交通遮断として禁止を受けるほどに成功した。1922年にペルード大統領の6年間の任期が終わり、別の旧新派大統領マルセロトルクアトデアルベアールが当選した。 アルベアール大統領時代にクリスティアーニは娯楽用アニメーション短編の制作に着手した。それらの作品としてはアメリカのヘビー級王者ジャック・デンプシーとアルゼンチン王者ルイス・フィルポのボクシングマッチ描いたフィルポ対デンプシー・フィッポ・デンプシー1923年やオリンピックのサッカー競技におけるウルグアイの金メダル獲得を主題とした。 すルグアイを永遠に言うラグワイスフォーエバー。1924年、イタリアの王子サボイア公、ウンベルトのブエノスアイレス訪問を扱った、愉快なウンベルト殿下ハンバートデガルホ。1924年、がある。1928年、イポリト・イリゴージェンは、アルゼンチンの大統領に再選された。クリスティアーニはイリゴージェンも、 また、旧神道の腐敗した閣僚に支配されているのを感じていた。エドゥアルド・ゴンザレス・ラヌーザの脚本により、クリスティアーニは三作目の長編アニメーション映画、ペルード・ポリス・ペルダ・パリスの制作に取り掛かった。この映画は植えたサめ、旧神道に取り囲まれた海賊入り合ンの浮島、ペルード市、アルゼンチンを舞台にした一種の偶話であった。サウンドトラックに収録された。 少数の曲を含む音声が作中で部分的に流れるように、クリスティアーニは映画を編集した当時の大多数のアルゼンチンの映画館では、高学式録音の再生が期待できなったため、クリスティアーニは原始的な円盤型レコードを使用した。そして制作開始2年目に入った1930年9月6日、保守派の軍事クーデターによるイリゴージェン大統領の失脚により、 ペルードポリスの制作は暗章に乗り上げた。この作品に多大な投資をしていたクリスティアーニは制作続行を決意し、イリゴージェンやサメの要素を薄めるべく、脚本を改変し、軍事政権による逮捕を避けるため、将軍たちのキャラクターをヒーローとして用心深く付け加えた。さらにクリスティアーニはファンプエブロと名付けた典型的一般人キャラクターを、 作品の倫理的心を担う人物として挿入した。アルゼンチン臨時政府の指導者、ホセ・フェリクス・ウリブル将軍の仮承認を受けて、1931年9月16日、クリスティアーニはペルードポリスを公開した。この作品は、世界初の音声付き長編アニメーション映画であった。ほとんどの観客は、革命の勃発時に、それを笑い者にすべきだとは考えなかった。 追い打ちをかけるように世界恐慌がアルゼンチンを襲った。中でも最悪だったのは1933年にイリゴージェンが死去したことで生前には彼のことを気に求めなかった人々により突然にアルゼンチン全体をイリゴージェンへの追悼の念が押し狂んだ。クリステアーニはペルードポリスの配給を自粛した。その後キリーのクリステアーニが アニメーションの表舞台に返り咲くことは二度となかった。世界の他の地域でそうであったように、ミッキーマウスがアルゼンチンのアニメーション業界を死し、クリスティアーニに対抗する術はなかった。クリスティアーニのスタジオは映画の吹き替え及び字幕制作に方針を切り替え、その方面でのアルゼンチンにおける有力企業となった。クリスティアーニは、その生前にさらに三本のアニメーション映画を、 制作したが、それらはいずれも大して人々の記憶に残らなかった。ウォルト・ディズニーがラテンアメリカ親善大使としてアルゼンチンを訪れた際に、クリスティアーニは自分の作品をディズニーに披露し、作画家のモリーナ・カンポスを紹介した。カンポスのスケッチはラテンアメリカの旅、1943年のガウチョ・グーフィーの場面の原型となった。 1957年と1961年の火災でペルードポリスの唯一のプリントを含めたクリステアーニの作品の大部分は失われた。1984年8月2日、クリステアーニはアルゼンチンのベルナルで死亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。